こんにちは、ゆかです。今日紹介するのはこちらの MacBook 13インチ用のケースなんですけれども、私は今 MacBook Pro を入れてるんですけど、 Air でも入るみたいです。でこちらは、ドリップっていう会社が作っている商品なんですけれども、私が今年2回もコラボしてもらった平岡さんっていう友達がやっている会社で、こちらレビュー用にプレゼントしていただきました。平岡さんと堀口さんっていう方がやってる会社で、2人はもともとブロガーだったんだけど、最近は YouTube でも活躍されてるので、もしかしたら知ってる方もいっぱいいるかもしれないんですが、そんな2人がやっている会社で、最近はなんか革小物、レザー小物を販売したりとか、今回はこういうMacBook ケースも販売開始されてるみたいです。水出しコーヒーとかも出してて、なんかすごいいろいろ活躍されています。で私、堀口さんはお会いしたことないんですけど、平岡さんも堀口さんも昔からすごく素敵なブログをされていて、何が素敵かっていうと、写真とかなんかそういうウェブサイトの作り方とかもすごくおしゃれでかっこいいんですけど、なんかやっぱり物に対するなんか愛というか丁寧さがすごく好きで、平岡さんはフィルムカメラとかもよくされているので、それ経由で私が多分最初にツイッターで絡んだのかな、多分。でそこから私から連絡して一緒にコラボ動画撮りましょうみたいな感じで、お友達になってくれて本当に嬉しいです。で今回こういう形でね、なんか彼らが作ってる商品も紹介させていただけてとても光栄です。今回この MacBook ケース、すごくシンプルでミニマムで、革の質の良さとこういう製法の良さで勝負している。デザイン性ももう本当に引き算に引き算を重ねたデザインになってますけど、なんか私が本当に言いたいことっていうのは、堀口さんとか平岡さんとかのドリップのお二人のそういうものに対する真摯さっていうのがすごく表れてるなと思っていて、私もやっぱりもう大人なので、そういうね、いいものを長く使うっていうのをここ何年か心がけているんですけど、なるべくファストファッション買わないとか、使い捨てのプラスチックよりもタンブラーを使うとか、ストローもね、最近アメリカだとなんかプラスチックのストローじゃなくてなんか紙製のものを使うとかっていうので、環境に配慮する面と、あとやっぱ物を大切に長く使うっていうメンタリティ的な面といろいろあるんですけど、そういう時代に合った商品だなと思いました。もうこの MacBook ケース関係ない話になっちゃうんですけど、私が最初のティファニーのネックレスをすごい昔20歳ぐらいの時に買ってもらったんですけど、親に。いや、その時にやっぱり使っていくとだんだん汚れとか傷とかついてきちゃうじゃないですか。でそれでティファニーのお店に持って行ってちょっと磨いてもらった時に、なんかあ、ちょっともう傷がついちゃってちょっとテンション下がりますみたいな感じのことを言ったのかな。そしたらその店員さんが、細かい傷ができていくことによってなんかお客様の思い出が刻まれていくんですよ、多分そんなこと言ってないと思うんですけど、私はそういうふうに受け止めたんですけどなんかね、そういう概念というか考え方を教えてもらって、そこからすごく、まあ、ジュエリーとか革の小物とかは長く使ってどんどん愛着が出ていくものとか、まあ、思い出が刻まれていくものっていうのを考えるようになって、長く使って楽しんでいくものなんだなっていうふうに思うようになりました。革とかシルバーとかゴールドのものってやっぱりちょっと高いけど、長く使ってもう本当に自分のものにしていくっていうのが、なんかすごく大人の楽しみ方だなと思うようになりました。このドリップの MacBook Pro ケースは3色展開になっていて、ちょっと明るめのブラウンとダークブラウンとこの真っ黒のやつがあるんですけど、私は革小物は絶対黒っていう、なぜかそういうこだわりがあって黒にさせてもらったんですけど、愛用している、何回もこの V チャンネルでも紹介しているこの Under Other Stories で買ったノートケース、ノートカバーとか、あと最近はこれかな、これもフィリップリムのお財布というか、ちょっとポーチみたいなの、ストラップみたいなやつと、なんかね使ってるんですけど、カリフォルニアに住んでると本当にキャッシュ使わないので、これにはクレジットカードが何枚か入ってるのと、まあちょっとリップとかが入ってて、リップとか2本入ってるからね、リップオイルとなんか口紅的なやつが入ってて、どうしても非常時用のキャッシュが念のためちょっと数十ドル入ってるみたいな感じで、あと最近入れてないけど、前はこの AirPods とかもここに入れてて、
なんか お出かけ忘れ物防止セットみたいな感じになってます。でこういうのとかもね全部黒、革は黒で統一しています。そうするとなんか全然別のブランドのものを使っててもなんとなくねちょっと統一感が出るのかなと思います。でそれでこれはさっきも言ってたように13インチの MacBook Pro、 MacBook Air がぴったり入るサイズなんですけど、やっぱり革なのでだんだん伸びてくるから結構最初はきつめで、最初本当にこれ出し入れするの結構大変だったんですけど、何回かやってるうちにだいぶスルッと入るようになってきました。この iPad Pro 12.9 インチかなも、まあ、一応このケース付きで入るんですけど、ケース入れたまま入れる人はあんまりいないかもしれないけど、私が使ってるのはこの純正のスマートキーボードフォリオみたいなやつ使ってるんですけど、これが必要ない時は置いて、この iPad Pro だけこっちに入れて、でこの空いた隙間に Apple Pencil 入れるみたいな、こういう持ち方もできますし、あとはもう一つ気づいたんですけど、 A4 のちょっとした書類とかちょっとした紙みたいなのを持ちたいときはこれもここに入れて、なんかちょっと書類ケースみたいな、まあ、iPad とかと入れて持ち歩くこともできるので、外で作業したりとかちょっとした打ち合わせに行くみたいなときにこれを抱えていくのもすごくかっこいいかなと思いました。で私の場合は旅行するときとかはスリーブがついてるカバンを持っていくの で結構大きいあのカメラバッグに入れてスリーブのところに直接これを入れちゃってたんですけど、それがちょっと大げさすぎるときはこういうのに入れてトートバッグとかにこれをボンって入れて持っていけるので、そういう感じで使っていこうかなと思っています。でこの MacBook ケースを持っている人たちのなんかコミュニティみたいな感じでハッシュタグ今日もマックとっていうので、この革の育成風景とかこれを持ってどんなところで作業しているのかっていうのをシェアしているハッシュタグもあるので、持ってる人の様子をちょっとチェックしつつ自分の使い方をシェアしたりできるので、なんかそういうコミュニティ感もすごい素敵だなと思いました。私もシェアしたいと思います。本当にシンプルだからユニセックスというか男性でも女性でも使えると思いますし、ちょっと大人っぽいので大人の人におすすめです。他の色とかももし気になる方はぜひ平岡さんと堀口さんも本人たちが紹介動画出してたのでちょっとリンクもしておきますし、商品へのリンクもしておきます。もしこの動画面白いと思っていただけたらいいね評価やチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。新しい動画をアップした時に通知を受け取れるベルボタンもよかったら押してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。